どうも、ワニです。そしてこちらは我が家で飼育している淡水フグテトラオドンファハカです。今日もまたね、この子に餌やりをする動画なんですけれども、今回与える餌は生きた餌用金魚、いわゆるコアカって言われる一番ちっちゃいサイズなんですけども、こちら5匹です。今までね、フグにね、生きたエビとかザリガニとかカニとか食わしてたんですけども、この甲殻類ばっかあげてたんじゃ栄養が偏っちゃうと思うんで、こういった金魚とかね、お魚もあげていかないとなというわけで今回用意いたしました。で、あのフグね、冷凍とかなんか死んでる餌与えても反応が良くないんですよ。食べ残しちゃって水が汚れちゃうんですよね。ちょっとかわいそうではありますけどもね、この生きた金魚を与えていこうと思います。今までもね、こういう生きた金魚を肉食魚に与える動画出してたんですけども、基本的にね、みんな丸飲みするタイプの魚だったんですよね、今までは。でもフグってちょっとずつかじって食べるタイプの生き物なんで、結構多分今回えぐい絵面になると思います。そういうのが苦手な方は今のうちにね、画面を最小化して音声だけ聞いてみてください。それでは早速与えていきましょう。それではこちらに金魚を投入。フグが気づけばすぐに追いかけて食べるはずです。気づきました。突進しましたが避けられてしまいました。あんまり餌を取るのが上手ではないんでね。おいった、食った。おー、エラから鱗が舞いました。一匹ペロッと食べましたね。丸の身に近い形で食べました。ちょうどいいサイズでしたね。おっ、分けられた。鱗だけ散りましたね。まだまだ全然お腹空いてるはずです。いか、逃げられた。なかなか難しいですね。今下に映ったり金魚を追ってましたね。行くか。おいった。むしゃむしゃ食べてます。あっという間だ。やっぱザリガニとかカニよりも食べやすいんでしょうね、柔らかいから、定期的にね、硬いものも与えていかないと歯が伸びすぎちゃって変な顔になっちゃうんでね、よくないんですけども、変な顔になるってだけじゃなくてね、フグがご飯を取りづらくなったりとか、そういう弊害もあるんで、あんまり良くないんで、硬いものも与えなきゃいけないんですけども、やっぱ栄養面で言ったら同じ魚の方がいいと思いますんでね、魚も今後も積極的に与えていこうと思います。お、逃げられた。逃げられた。食べたそうにはしてるけど、ちょっと逃げられると諦めちゃいますね。ガンガン奥まで追いかけないですね。そういう生き物なのか、こいつがそうなだけなのか、2匹食べてお腹が重くなっちゃったのか。今まで何回かテトラオドンファハカ飼育してきたんですけども、こいつ結構食が細い感じありますね。引っ込み思案であんまりガンガン追いかけないし、食が細めであんまり成長も早くないですね。以前飼ってた子の方が成長早かったですね。結構生き物だからね、そういう個体差ってありますからね。こっちはガンガン餌あげたいんですけど、あんまりそこまで食べてくれないっていう。いけ、逃げられた。また別の日、追加でまた金魚を投入します。食べたけど、だって俺の見えないところに食べる。
最初の 1,2 匹ぐらいはこうやってガンガン追いかけますね。だんだんお腹いっぱいになってくるとあんまり追いかけないけど、おお、最初はすごい勢いです。うわ、えぐでもちゃんと残さず食べるんだ。なんか出てきたけど、狙って狙って、いった、頭からボリボリ、尻尾の先ちゃき出した。でもちゃんと残さず食べます。ああ、逃げられた。でもまだ食いたいは食いたいみたいですね。3匹食べたけど、お腹もパンパンっていうわけではないですね。でもガンガン追いかけるほどの食欲はもうないのかな。こう後ろから、ああ逃げられた。お、まだいるぞ向こうから来たら食べようとするけど、自分から追いかけはしないですね。目に見えてやる気がなくなってるのがわかる。結構下の方にいるから、次は土壌とかあげたら食べやすいのかな。おいった、うわすごい。尻尾からボリボリ食べてます。あ、頭吐き出しやがった。でもちゃんと残さず食べて偉い。ちゃんと金魚も背骨とか頭蓋骨あるんですけど、そんなものものともせずにバリバリ食べちゃってますね。ああ、もうそろそろお腹パンパンだね。まだ食べる？襲いかかったけど逃げられました。逃げられたけど、金魚の尾びれの一部がかじり取られてますね。餌のコストとか、まあ、やる落差的にも冷凍の魚とかにも慣れてくれるといいんですけどね。今後ちょっと慣らしていきたいですね。という感じで、またちょっとお腹いっぱいになってね、金魚を追いかける気力がなくなったみたいです。という感じで、今回は我が家の淡水フグに生きた金魚を与えてみたという動画でございました。まあ 2,3 匹食べるとね、僕もお腹いっぱいになって積極的に追いかけなくなっちゃうみたいですね。またね、金魚入れっぱなしにしといたら気が向いた時に食べてます。という感じで、今回の動画はこれで終わりです。また今後もね、こいつにいろいろご飯を与える動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。